でも私はアクア君の力になりたいよ。別に別れることに反対してない。でもさ、君が抱えてるものを少しだけ預けられる人が必要だと思って。もうそれはいいんだよ。母親を死に追いやった男を、俺の父親を探していた。その結果、俺の異母兄弟が見つかった。俺の父親は他の女と結婚してて、母親とは不倫だったらしい。無理心中だったらしい。俺が追っていたクズ男はとっくの昔に殺されていたっていうつまらないオチ。恋愛をしたり演技に打ち込んでみるのもいい。ようやく俺は自由に。どうした？いや、ごめんね。結構ヘビーな話だったからちょっと体調が。ごめんね、私帰る。結婚、無理心中、クズ男。アクア君は心のどこかで終わりにしたいと思ってたんだ。だからこんな簡単な抜け穴に気づかない。でも気づいてしまえばまた復讐のためだけに生きるように。どうしよう。